礼拝堂東正面、ワット・プラシー・ラッタ・ナーマ・ハーターとは、大の中部、ロップリーにある、仏教人遺跡である。ワット・プラシー・ラッタ・ナーマ・ハーターとは、ロップリー県の県庁所在地であるロップリーの、市内中心部にあるロップリー駅の西側正面に、位置する。ワット・プラシー・ラッタ・ナーマ・ハーターとが築かれた、確かな年月は明らかでないが、 クメール様式の中央の東道は、おそらく12世紀に構築されたものと考えられる。その後、時代とともに、改修や増築が繰り返された。特に、17世紀のアユタヤの王、ナーラーイは、自身の住居である宮殿プラナーラーイラチャニウエートを、寺院のすぐ近くに置くと、ワットプラシーラッタナーマハータートに、特徴的なアーチ窓を備えた、礼拝堂を建立し、 小型の塔道や仏塔を周囲に追加した。オーナーラーイの死後、ロップリーは見捨てられ、寺院は廃墟と化した。寺院の敷地は約3.2ヘクタールの方形となる。敷地の中央部にはクメール建築様式による塔道があり、西側の戸口に建物の特徴的な構造が見られる。北と南にはおそらく同じ基壇上に構築された2基の 小型の塔道があり、その壁面だけが現在も残存する。塔道は回廊に囲まれており、基段壁はほとんど見えない。回廊の東側には大きな礼拝堂が構築され、オーナー時代の建築に典型的な尖ったアーチを持つ窓がある。回廊と外周壁の間には、さらにスコータイ時代の塔道及びいくつかの仏塔が散在する。寺院の配置は、 あゆタヤノワットぷったさんの原型とされる。そこは同様に構築された塔道が回廊に囲まれており、その前後には礼拝堂がある。ありがとうございます。